美作国、美作の国は、かつて日本の地方行政区分だった、両制国の一つ。山陽道に属する。美作に由来する、あるいは、馬酒、甘酒の産地であることに由来すると言われる。明治維新の直前領域は、津山市、美作市、真庭郡、戸俣郡、勝田郡、会田郡の全域及び、岡山市の一部、北区竹部町の内福渡り以北の旭川左岸側、真庭市の大部分、阿久知、五名、山田、宮地以南を除く、久米郡の大部分、三崎町栄読を除く、兵庫県佐用郡佐用町の一部、奥見、若衆、上、石井、下、石井、水根、桑野、海来、東中山にあたる。北東に、稲葉、北西に伯耆、西に備中、南に備前、東に播磨と隣接する。中国山地が瀬戸内海に落ち込んでいく過程の山地側に位置する。国全体が海に面しない内陸の山間地であり、平地は山々の合間に盆地が点在するだけである。主要な盆地は3つあり、西部の真庭市を流れる旭川沿岸の盆地、吉井川の流れる中央部で東西広域にわたる津山盆地。梶並川、滝川が吉野川に合流する東部の美作市の盆地で、美作はその3盆地を核に、およそ西部、真島郡、大場郡、中央部、戸俣郡、久米郡、東部、永田郡、勝田郡の3つに分かれる。西北の蒜山山麓に、蒜山高原が、また中北部の奈義山麓には、日本原高原が広がるが、広戸風という突風に見舞われる。岡山三大河川のうち、旭川と吉井川の上流域に位置し、近代化が進むまでは、高瀬船が流通の役目を担った。国全体が山間部であるため、大河川、街道に恵まれない土地の交通運搬は容易ではなく、周縁部では、同国内より隣国との関係が深い地域も多い。和同6年、713年4月3日、備前主。百済の小西指南助と備前助上助の権味の提案により、備前国から永田郡、勝田郡、戸俣郡、久米郡、真島郡、大場郡の6郡を分けて設けられ、初代、美作守には分立提案者である、上助の権味が就任した。美作の分立は、かつての吉備国分解の最終段階であり、鉄資源を吉備市から直接、大和政権の管轄下に置くことによる吉備市弱体化の意図があったとされる。美作には、会田、白井三宅、錦織、久米、弓削など、大和王権と直結する部民や施設が配置された地名が多くある。平安時代の平家全盛期には、平氏知行国となっており、蝦夷氏、豊田氏など作頭の武士は、平家法についている。鎌倉時代は、有力御家人である、梶原景時が、続いて、景時を追って、幕府の有力者となった、和田義盛が守護となったが、両者とも、鎌倉幕府の政権内部の抗争に、敗れ続滅ぼされ、北条氏の領国となった。この時代、久米郡、戸俣郡を中心に、足利氏の荘園が多く存在した。美作国は、古代から歴史上一貫して、美作を基盤とする安定勢力が出現せず、南北朝時代の動乱から、戦国時代の終焉まで、山名氏、赤松氏、尼子氏、浦上氏、毛利氏、宇喜田氏など、周辺の大勢力の草刈り場となって、常にその不沈に巻き込まれた。守護や、それと、ほぼ同期する実際の支配勢力は、室町幕府期だけでも、山名氏、赤松氏、尼子氏、浦上氏、宇喜田氏の間を幾度も変遷、最終的に1600年の関ヶ原の戦いに、東軍に参与した小早川秀秋が前、美作両国を領するも、わずか2年で改易された。小早川家断絶後は、森氏が入法し、津山藩が成立した。森氏は、鶴山に、日本三大平山城の一つに数えられる、津山城を築城して、城下町を整備し、美作全体を一括した統治を成した。この時代は、作陽氏など、知氏も編纂されたが、森氏は5代94年の支配で改易されてしまう。その後、有力外様大名がひしめく山陽道に睨みを利かす意味で津山に徳川政権直轄の大官所が置かれた。その後すぐに越前松平家が10万石で封じられ、再び津山藩となったが、美作国内は小藩に分割された。津山が中心的都市となったのは、江戸時代に森氏が城下町を整備してからであり、それまでは吉井川を境に、戸俣郡と久米郡に分割される土地に過ぎず、中心は二宮の西にある印象であった。明治4年、1871年の廃藩置県により、旧藩政を引きずった形で、津山県、真島県、倉敷県、鶴田県、衣県、古賀県、生野県、明石県、沼田県、辰野県に分かれて属し、同年11月整理統合されて、美作国と領域的に一体の北条県となったが、その北条県も、明治9年、1876年、すでに織田県と合併していた岡山県に合併され、廃止された。明治維新後に岡山県の管轄となって、以後は県北の一部として扱われ、名称として東部の美作町が残る程度で特に旧国としての美作を意識した活動はなかったが、平成17年、2005年4月から津山地方振興局を美作県民局に改編し、真庭地方振興局、勝秀地方振興局を支局として編入することで、ほぼ美作の領域を統一的に扱う行政機関が成立し、また平成25年、2013年に美作国建国1300年記念事業が行われるなど再認識が進んでいる。文献によると国府は戸俣郡に設けられていた。現在の津山市総社にあったと推定されている。1970年、昭和45年に同所の河野台寺で国府関連と見られる遺跡が発見されてから発掘調査が続いる。尼寺跡は国分寺跡の西方500メートルほどの地と推定されているが不詳。美作総社宮、中山神社、高野神社は合わせて美作三大社と呼ばれる。永田、相田郡家は、報告原盆地ないし恵美盆地、旧作東町川北、不自由が想定され、特に奈良平安時代の円武氏廃寺跡が、他の4廃寺へ通ずる、交通上の中心地に位置していることや、郡の牧所のある、河原家出土品などから、後者の可能性が高いとされる。美作市、旧、相田郡作東町の高本遺跡である。勝田郡家は、勝田盆地北西部の大字平字尾道293番地の畑の中で、郡刻印のある須石が発見され、一体、平遺跡の発掘調査が行われて、奈良平安時代の遺跡や遺物が発見されており、滝川沿いに南隣する川西でも建物跡が発掘により見つかった。これらによりこの場所、勝田郡昭王町の勝俣遺跡にあったと推定される。戸俣郡は、戸間東郡、戸間西郡に、最も早い時期に分割されており、戸俣郡家、また分割後の両者とも明確な位置はわからない。日本地理資料は、即郡家所在、郡名元木と郡家の位置によって、郡名も決まったという。戸間東郡家は、津山市大字、北山、椿峠と、峠地名と椿峠廃寺跡が重なる場所が、可能性が高いとされ、戸間西郡は県郡の経緯から、国府付近の田中郷あたりと推察される。久米郡家は、久米川の左岸段丘上、津山市、旧、久米野郡久米町の宮尾遺跡にあり、4次期の遺構が検出されている。第1期の遺構は、遺跡中央部の品字型は1の建物群とその、東方に総柱の倉庫、西方の南北棟の建物である。白井宮家がそのまま郡家になったとの考えは、現在白井宮家石踏の建てられている真庭市五反の大場廃寺跡出土遺跡は白鳳期から平安時代のもので大場氏に一族の氏寺であったと推定されることによ否定され廃寺の西隣で現在の久世中学校から薬王寺付近に想定されている。落合長氏で郡家の郡長が住んだとみられる長者屋敷と周辺の関連地名が減少され天神神社の創立が和道3年、710年であることや蔵通り、行天などの地名から、大字、平島の北隣高谷集落の立地する、段丘上に想定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。